はい、今日の2つ目 Transitivity Pair。 アルマンドさん、 Transitivity Pair 知ってる？知らない？ちょっと知ってる。ちょっと知ってる。少し知ってる。OK、わかった。じゃあ、私が今から文を言うからね。どっちか教えて。安住さんは窓を開けます。OK、transitivity pair means transitive verb, intransitive verb。どっちですか？うん、okay。 安住さんは窓を開けます。 OK。 So 開けます is the normal。 はい、 OK、 ノーマル。わかったわかった。じゃあ counterpart go。 OK、 the transitive one。 You want me to say like 開ける in transitive。 It's been a long time without using it.忘れました。わかりました。じゃあ正解いきましょう。はい。トランジティブ、安住さんは窓を開けます。じゃあ、イントランジティブは ?OK。You're gonna pick this object as a subject and followed by が particle. Because there's no object.This intransitive sentence. Intransitive sentence, subject and verb. That's it. Very simple. That's why we are not gonna use what particle. が will be used. はい、窓が開く。はい、窓が開く。窓が開きます。窓が開く。はい、じゃあ同じですね。はい、開けたら閉めます。はい、安住さんが窓を閉めます。はい、intransitive。安住さんは窓が閉まります。はい、その通り。よく言うね。頑張ってカバーしました。はい、じゃあね、閉める、閉まる。はい、似てるね、似てる。どうしたらいい？どうして覚えますか？アルマンドさん、どうする？どうして覚えますか？どうやって覚える？ How could you memorize it?Well, they're pretty similar. Yes. どうする？閉まる、閉まる sounds like... like the name of an anime character. So I could imagine him closing the 窓. So 窓が閉まる。Okay, okay. 閉まる。You connect 窓。はい、I connect mother as well. Okay, my advice here is always connect to particle. Because before verb, always you're gonna use particle. So Japanese people probably, like, as far as I feel, like, you know, after the particle, it's certain verb be followed.So if you feel like を開ける、を開ける、you're gonna use を開ける、then you're not gonna use が開ける because that's wrong. That's how we feel. If が appeared, then we feel like okay, after が never 開ける be followed because 開く is the one taking care of it, taking care of it. はいはい、を開ける、が開く、を閉める、が閉まる。 Please connect and together。 例えば行きます、行きます、学校に行きます。 So に is the one 行く always be followed。 So に行く is kind of set。 Similarly アルマンドさんに会います、に会う、particle verb set。 はい、というわけで次の動詞はこれだよ。はい、安住さんは
ストリーミングを始めました。あずみさんはストリーミングを始めました。はい、じゃあイントランジティブどうなりますか。読まないで、どんどんかれあずみさんはストリーミングを始めました。あずみさんはストリーミングを始めました。 So since we don't use a personWe should say ストリーミングが、はい、始まいいよ。It's almost done. It's already kind of done. 始まる。はい、いいです。Okay. はい、が始まる。が始まる。That's how we feel. How that sounds right. ストリーミングが始まりました。あずみさんのストリーミングが始まりました。OK。じゃあ、these three verbs, just review. I change the object. あずみさんがスケジュールを開けましたよ、アルマンドさん。はい。OK。スケジュールが、OK。スケジュールが空いた。はい、いいですね。空いた。はい、いいですよ。はい、あずみさんが鍵を閉めましたよ。うん、鍵を閉めました。は、鍵を閉まりました。もう一度言って。鍵が閉まりました。はい、いいですね。鍵が閉まりました。はい、もう鍵閉まりましたよ。もう鍵閉まってます。はい、いいですね。はい、じゃあ、あずみさんが新しいクラスを始めました。はい。新しいクラスが始まった。はい、いいですね。はい、いいですか。いつもね、トランジティブがあったら、try making transitive as a set. That's another key point. Okay. Remember, memorize. Okay,、mm-hmm. memorize with particle. That's first. Particles. First advice and second advice. Make both sentence. If you see transitive, make intransitive. If you see intransitive, make transitive. はい、じゃあちょっとやってみましょうね。何かな。OK, give me subject, アルマンドさん。はい。ウェイター。ウェイターが。机をこう壊した。壊した。Like、はい、dirty? 違います。壊せ。Break。Break。壊した。ああ。Break。はい。OK。が机を壊した。机が難しい、難しい言葉、壊した。これ難しいね。壊したい。Actually, I'm not sure if it's transitive or passive. Because passive and intransitive is very close. ああ、そうです。はい、OK、What is subject? Subject is?Subject is、はい、机。そうですね。机が壊れたと言いますね。机が壊れた。壊れる。壊れる。はい、壊れる。机が壊れました。うんうん、はい、はい、これね、二万ニュさんがさっき言いました。最後に、すで終わる動詞は、他動詞。はい、壊す。すで終わってますね。だから、他動詞ということになりますね。はい、他にあるかな。
机をウェイターが、あ、客が、お客さんね、机を汚した。汚した何ですか？ウェイターが机を汚した。あ、いや、dirty。 そう、get dirty。 机が汚れた、汚れた、はい、その通り、机が汚れたになりますね。はい、うーん、 OK OK Cool。 汚れたはい、あずみさんが約束を破った。破った、あ、破った、よくないな、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、これね、約束じゃない方がいいの。うーん、何を破ろうかな。手紙を破った。はい、手紙を破った。はい、頑張って。破るは何ですか？破るはね、こうやってね、ビリ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 、これ破るって言うんです。オッケー、わかりました。うん、オッケー。あ、手紙が、破られる。手紙が破れたと言います。破れる。はい。手紙が破れた。破れた。はい。破れた。破る、破れる。はい、どうですか皆さん。よかったら何かトランジティブのね、動詞の文をくれたら一緒に作りますよ、イントランジティブ。はい、アルマンドさん何か、あ、始まるの反対は何？始めるの反対は何？あずみさんはストリーミングをエンド。これ難しいかも。終わる。終わる。はい、じゃあここが問題です。終わるはトランジティブそれともイントランジティブ、分かる人書いてください。トランジティブだと思う、イントランジティブだと思う、どっちが正しい？はい、終われるか、どっち？安住さんはストリーミングを終わるか、ストリーミングが終わる、どっち？はい、読んで。一つ目、ストリーミングが終わる。うん。なん、Why is the same? うん、同じ。No, no, I'm a, you know, asking. One of them is wrong. はずみさんはストリーミングを終わるか、ストリーミングが終わる。Which one? どっち？終わる。そうだね。が終わるは。Yes. Yes. So, how you find this? So, が終わる sounds right. So, you have to set が終わる。が終わる。OK. じゃあ何ですか、トランジティブ。You opposite. You did opposite. OK. What? いいですか、が終わるですよ。はい。テストが終わりました。JLPT が終わりました。あずみさんのストリーミングが終わりました。はい、スパイファミリーが終わりました。何でもがですよ。が終わる。オブジェクトが終わる。はい、ストリーミングが終わる。はい、あ、宿題が終わりました。So, in that case, 宿題が終わる。You are not gonna say your action because it's just object is this state. 終わる state. はい、宿題が終わりました。じゃあどうする？So, it's not transitive. Okay, you have to deal with. どうする？こんな言葉があります。ストリーミングを終える。はい、終える。はい、終えると言いますね。終える、終わる。終える、終わる。はい、つまり、宿題が終わった。Okay, じゃあ、アルマンドさん、トランジティブにしてください。安住さんは、あすみさんは
宿題を、well, it would be better 仕事を。仕事を終える終えました。その通り。はい。あずみさんは仕事を終えました。うんふん。うんふん。はい、じゃあもうちょっといきましょう。アルマンドさんの新しい仕事が始まる。はい、トランジティブどうぞ。アルマンドさんの新しい仕事が始まる。はい。はい。新しい仕事を始めます。はい、できた、いいじゃん。はい、新しい仕事を始めます。そうですね。新しい仕事を始めます。はい、何かありますか、トランジティブバーブ。最後に作りたい文ありますか、アルマンドさん。I would say、はい、like a new one. You want me to make a 新しい文？あ、うん、うん。あの、そう、new verb. Something new. 何か新しい。あ、new。新しい、ニューグルミを使いました。あ、使うか、使う、使うはパッシブだね。使う、使われる、使う、使われる。 I meant 使います、使いました。 like make it。 あ、作るですね。作るも同じですね。作られる。パッシブになりますね。そう、はい、同じです。トランジティブとパッシブと、トランジティブとイントランジティブ。particle wise, same. So, transitive or verb. Intransitive or passive が verb. 同じです。Right. So, you don't need to actually differentiate them.Because it follows the same rule. It's quite okay with together, kind of. As a matter of fact, Japanese people don't see them as, oh, this is intransitive, oh, this is passive. Never. Which means they see them same group, kind of. はい、よくできました。今日はね、トランジティビティペア勉強しましたよ。